はい、こんにちは。え、令和2年予備試験の、えっと、刑法の分析会ですね。始めていきます。担当講師の反町です。よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と、時間も限られている中でということで、えっ、ー、と、お手元の配布物、まず確認します。 えとまあ、問題とあのレックの方の答案が収録されているレジュメですね、分析会というタイトルのレジュメと、あと、刑法に関して講師レジュメという冊子を配布していますので、えー、と一応この講師レジュメに基づいて、えー、と解説をしていきます。じゃあ、講、え、師、ー、レジュメの方を開けていただいて、早速1ページ目から。えー、とまあ本文は ええと、まあ、全体の感想ですけれども、昨年に引き続きですね、えっと、孔の在籍のみということで、共犯関係が問われていないと。えー、ま、出題の範囲も、各論、そして総論と、まあ、各論は特に財産犯ということで、えー、ま、バランスよく出題と。まあ、この傾向は続いていますね。 で、まあ、予備試験はここ数年、問題の、ていうか、難易度も、問題の質問をこう、安定してきてるなという印象があります。えただ、本問では、えっと、最後のね、この誤送防衛、まあ、後ほど解説しますけど、誤送防衛の処理については、まあ、いわゆる基本事例というか、教科書通りの事例ではないので、えー、行為の一体性という点とね、絡んで、えー、若干応用的な検討、まあ、現場での思考力が問われているという問題になってますね。 はい。じゃあ早速行きましょう。1ページ目から。まず、B に対する詐欺利得罪の成否と。 おういうことですけれども、え、は、公述する疑問行為により EB をして、え、本件拠出につき、賃貸借契約を締結させたものであると。え、かかる行為は、本件拠出について、その、お所有権を終局的に移転させて不動産を領得する行為ではないため、え、賃借権という財産上の利益を不正に取得する行為として、え、二項詐欺罪の成否を検討する。まあ、冒頭で、一項詐欺と二項詐欺の区別、簡単に指摘しておきました。 えとまあ、ご存知の通り。 えー、強盗罪であれば、ねえー、と不動産はすべて2項ということになります、えー。強盗罪の場合は1項の財物に不動産は含まれませんので、ただ、えー、詐欺罪の場合は、えー、1項の財物に不動産が含まれるということから、一応、一項詐欺というのは不動産について観念できるんですね。でただあ、まあ、疑問による所有権の移転、所有権の取得という事案では、一項詐欺で処理するんですけど、ここでは賃借権の取得ですので、 えー、賃借権取得の事案では、二項詐欺という形で処理するのが通例であるということでしょう。えっ、ー、と、まあ、実際その、お引き渡しっていうことに関する事情が問題文で必ずしも明らかになってないんでね。え、ちょっと一項詐欺だと認定できないだろうなというふうに思います。はい。で、まあ、この点はパッとクリアして、で、問題は疑問行為ですね。ここがメインです。 詐欺罪に言う疑問行為、人を欺いてとは他人をして財産的処分行為を行う判断の基礎となる重要な事項について錯誤に陥れる行為だと。まあ、意義を述べた上で当てはめですが、この重要な事項、重要事項性、ここの当てはめで勝負が決まりますね。この分析がメインです。 で、えー、重要な事項に当たるか否かの分析ですが、まあ、えっ、ー、と、一連の判例をね、分析していただいて、判例がどういう事情に着目しているのかと、えー、ここを的確に学び取っていた受験生にとっては、これは非常に、えー、と分析しやすいというかね、えー、適切に処理できるんですよね。で、えっ、ー、と、 今日、お手元のレジュメにですね、巻末にこの、え、版書図はもう付けました。講義ノートという形でノート付けてあるので、えっ、ー、と、ま、そちらを見ていただいて。えっ、ー、と、要するにですね、何々かいいなかという、ある事情について、それを偽る行為が疑問行為と言えるかどうかというのは、それは個別具体的な取引の運用実態の分析なんです。 この分析を通して、当該事項が、まあ、本文で言うと、すなわち、公が暴力団関係者であるか否かという事情ですよね。あるいは、公が本件教室を暴力団と関係する活動に使う目的があるか否かという事情。この事情が、ね、取引に応じる判断の基礎となる重要な事項。相手方の B が、賃貸借契約締結に応じた判断の基礎となる重要な事項と言えるかどうかと。 そこが重要なんですけれども判例は2つの視点から事情を分析していますと1つは、約款とか規約上の禁止、まあ、一般的法律関係というふうに私は呼んでますけれども一般的に、ね、契約上法律関係としてどういう立場に立っているかという分析ともう1つ確認拒絶措置等の徹底、まあ、これ具体的事実関係というふうに言っていますけれども当該取引当事者において、ね、それを確認する。 あるいは、それが分かったら取引を排除するという、そういうね、具体的な措置を徹底してたかどうかと。はい。この二つの視点からあー、この取引の運用実態の分析を通して重要事項性を検討すると。重要な事項だというふうに言えるのであれば、この事情を、ね、この事情について錯誤を導く行為は疑問行為だと。こういう形になります。はい。 で、ま、あ判例2と判例3を今日参考判例でつけておきましたけど、まあ、これもご存知の通り、あの、ゴルフクラブね、暴力団関係者がゴルフクラブの施設利用をしたという判例で、え、同じような事案で結論が、あ、真逆になったと、まあ、同日に出た、あ、最高裁判例ですけれども、一方は有罪で一方は無罪になってます。で、この二つの判例を読み比べてみると、この、こっちですね、一般的法律関係、えー、すなわち、えー 約間規約上の禁止。こちらの事情は両事案とも共通してるんですよ。いずれもゴルフクラブの、ねえー、利用約款ではあ、暴力団関係者による利用を排除するっていう規約自体は置いていると。そこは共通していてですね。じゃあどこが結論を分けたのかというと、やはりこちらなんですね。えー、確認。 拒絶措置の徹底というこれ具体的な事実関係として、えー、当該ゴルフクラブで、ねえー、暴力団排除を徹底する措置を講じていたかどうか、そこが十分にやっていたかどうか、ここに違いがあるんですね。で、ここの事情が違うとお結論が異なると。一方は有罪で、一方は無罪になると。と はい。なので、ま、当案上もね、この二つの視点を段階的に分けて分析できると、より優秀なというか優れた分析になるだろうというふうには思います。えー、レジュメ戻っていただいて1ページですね。えー、あと E で分けてあります。まず、A で一般的法律関係ですね。一般に建物の賃貸者契約は高度な人的、信頼関係に基づく継続的契約であると。え賃貸人にとって、 で、当該物件にどのような人物が住むか、当該賃借人がどのような形態で使用するかは、当該契約を締結するか否かを判断する際の極めて重要な事項である。まあ、ここまで一般論ですよね。そして、えー、問題文の事情を使うと、えー、本件拠出が所在する。冒険では、暴力団排除の観点から、不動産賃貸者契約には暴力団関係者による賃借を排除する出資の。 ま、条項。本件条項ですね。これを設けることが推奨されている。実際にも同県の不動産賃貸者契約においては、暴力団員、またはその関係者が不動産を賃貸して居住することにより、その資産価値が低下するのを避けたい。との賃貸人側の意向も踏まえて、同条項が設けられるのが一般的であった。一般的。もうこれも一般的法律関係ですね。え、現に、本県賃貸者契約書にも、 まあ、防廃条項がですね、本件条項が設けられていたということで、これは契約上の地位ということで、これもね、一般的な法律関係。で、これに加えて、具体的に B がどういう措置を講じていたかが E ですね。B は、その所有するマンション居室の賃貸職契約を締結するにあたり、申し込み者に対し、本件条項の内容を説明した上で、身分等を証明する書類の提示を求めるなどの方策を講じて、 暴力団関係者との賃貸借契約の締結を無前未然に防ぐと。まあ、こういう措置を講じていた。え、本件においても、え、うが暴力団員であり、本件居室を暴力団と関係する活動に使うつもりだ、ということが分かっていれば、本件賃貸借契約の締結に応じることはなかった。これが具体的事実関係ですね。はい。で、これが言えると結論。えー、2ページ。以上のような事実関係からすれば、あ、賃借人が暴力団関係者であり、 本件拠出を暴力団と関係する活動に使用する意図があるか否か。この点は B において賃貸者契約を行う判断の基礎となる重要な事項である。こうが、事故が X 組組員であり、その活動の一環として A 宅を監視する目的で、本件拠出を使用する予定であるということを告げずに、本件拠出を人材派遣業の事務所として使用する予定だというふうに告げた上で、本件賃貸者契約の締結を申し込む行為。 はい。これは、重要な事項について B を誤信させようとする挙動であり、詐欺罪に言う人業む行為にあたる。えっとね、疑問行為の認定の仕方はちょっと2種類あるので、一応、まあ、意識できればいいですけれども、えっと、この重要な事項だってことが言えた場合に、じゃあ疑問行為の認定の仕方はっていうと、えっと、判例上に2パターンがあるんですね。2種類あるんですね。何々であるということを告知すべき審議則上の告知義務違反。まあ、これは不作為で実行行為を認定すると。と えー、というやり方で。もう一つは何々でないということの目次の意思表示を包含する挙動だと。えー、だから、暴力団であるということを告知すべき審議則上の義務違反だよっていう認定にすれば、これは不作違反として認定したことになりますで。暴力団だっていうことの目次の意思表示を包含する挙動なんだと、えー。この契約を申し込む行為自体が自分は暴力団ではないですよっていう意思表示を含んでるんだ。 でこの認定の仕方は作品班での認定。で、まあ、いずれもあり得るんですけど、えっ、ー、と、一応判例は、まあ、近年の判例はこちらのね、え、挙動による疑問。こちらで認定する傾向が強いです。えー、不作品判で認定したのは、えー、例の誤振込の事案だけですね。はい。まあ、一応それも指摘しておきます。なので、えっ、ー、と、当案、えっ、ー、と、こちらのレジュメでもですね、挙動で、え、認定しておきました。はい。で、ここがメインでした。 で、あとの要件はいいかな。え、錯誤に基づく処分行為と。え、公は本件疑問行為によって B をして、え、公が暴力団関係者ではなく、本件拠出を暴力団と関係する活動に使うつもりはないという旨を誤信させて、かかる錯誤に基づいて賃貸者契約を締結させて、本件拠出の賃借権を取得しているということで、財産情報の利益を得たと認められる。 ちなみに、あの、疑問行為の検討でね、先ほど言ったような、その、疑問の対象の重要事項性を検討するという判例のアプローチですね。このアプローチを取って検討した場合は、その検討とは別途ね、えー、財産上の損害っていう項目を、ね、別の要件として立てて、別要件として検討するという必要はないです。えー、まあ、契約を締結して公に賃借権を付与したということ自体がもう損害であることは明らか。あそういう扱いになりますね。 えー、この財産上の損害っていう形で議論するのはかつての学説の議論の仕方なので、この今の判例の議論の仕方をでね、検討する場合はあ、財産上の損害について別途検討するということは、ああ、必要ないでしょうと。はい。で、故意も一応認定しておきます。え、故には、家賃等の支払い、えー、必要な費用を支払う意思も能力もあったにもかかわらず、あ、ごめんなさい。えっ、ー、と、支払う意思も能力もあったものであるが、 この点は関係ないってことですね、えー、家賃の支払い意思とか能力の点を偽ったっていう形で疑問行為を認定するのであれば、ねえー、家賃を支払う意思とか能力があるというふうに認識していると行為を阻却するって話になるんですけれども、えー、家賃の支払い意思とか能力の点を偽ったっていう認定をして疑問行為を認定したわけではないのでここは関係ないということですね。 本件挙動により B をして、上記重要な事項について誤審させたという事実についての認識がある以上は、本件の故意に欠けるところはないですよと。はい。以上より本罪が成立するということでした。で、これがまず一つ、メインの一つですね。で、次、有印紙文書偽造同講師罪の成否ということですが、えー、まあ、ちょっとこれはメリハリつけて解説しますけど、まず権利義務に関する文書は見ておいてください。で、次の偽造ですね。 はい。この要件がまあメインですけれども、一応参考判例4をつけておきました。で、一応の定義としては、えー、偽造とは他人名義を防用して文章を作成することだと。その本質は文章の名義人と作成者の人格の同一性を偽る点とはい。で、まあこれはきちんと書けているという前提で3ページですけれども、あと当てはめなんですけどね、えー、こうは変更前の氏名を記入して本件文章を作成していると。 変更前の氏名から一般人に認識される人格が本件文書を作成した現実のこうと同一人格だと評価される限りは偽造に当たらないわけですよね考えてみれば名前変わっててもこうはこうなわけですだ名前今の名前と違うかつての名前だと、はい、これで別人格だということになるのかどうか はい。そこで文章の性質機能を分析するということですよ。えー、い、ですね。もっとも本件文章には、上述した暴力団排除を趣旨とする本件条項が付されていると。本件拠出の賃貸者契約の締結にあたっては、その性質上、当然に暴力団関係者ではないものが、本件文章を作成することが要求されていると言わなければならない。このような文章の性質に照らすと、本件文章に表示された変更前の氏名、 から認識される人格というのは、もっぱら人材派遣業等の活動を行っており、暴力団員やその関係者ではない人物としての公であって、暴力団員である公とは別の人格であるということは明らかだ。から、本件文書の名義人と作成者の人格の同一性に疎号を生じていると。 したがって、公が変更前の氏名を用いて、本件、文書を作成した行為は偽造だということを一応、ここでは認定しておきました、参考判例4も参考にしながら、えっと、参考判例4はいわゆる通称名仕様の事案ですね、えー、同一人物が通称名を名乗っているという事案です。で、一応理論上はね、えー、有形偽造が成立し得るんですけれども、えー、ただ、本問はですね、この判例で問題となって、 いいいわゆるる公の手続きに用いる書面でではないんですね判例上問題になっているのは、えー、交通事件原票供述書だとか、えー、あるいは再入国許可申請書だとか、いずれもですね、私文書ではあるものの、公の手続きに用いられる文書なんですよ。はい。 でそこではあ偽造罪の保護法益である、まあ、公共の信用というものに対する保護要保護性とかさあその侵害の程度が大きいというふうにやっぱり評価されるわけだけれども今回、契約書ですよね契約書であればもうこれは、ね、もっぱら詩人間において効力を有する、ね、もう純粋な詩人間の文書 ですから、まあ、そこまでなんていうか、この文書偽造罪における要保護性というかね、そこまで高くないんじゃないかなというふうにも思われます、だから、まあ、あんまり無理して成立させなくてもいいかなというふうに思いました、まあ、これ、同一人格ですと、名前違ってても同一人格でこうはこうでしょっていう議論でも、ね、だから、偽造には当たらないっていう認定でも、結論の妥当性としては別にね、それで妥当性を欠くというふうには思いません。 えーまあ、そもそもこの判例理論っていうのはですねこの有形偽造の中に一種無形偽造を取り込むというかね忍び込ませる議論なんですよねあの。よくよく考えてみると暴力団関係者かどうかっていうのはこれは文章の内容に関わる要素ではあるけど本来的には名義人に関わる要素ではないはずでしょ。といることわかるかなつまり、えー、私は暴力団関係者ではありませんっていう内容の書面を書いたのと同じでしょ 嘘の内容の書面を書いたのと同じ。だから、その内容虚偽の文章を作ったのと同じなんです、本来は。私は暴力団関係者でありませんって保証して書面を作ったっていうのは、嘘つきましたね。嘘の内容を書きましたね。本来はそういう話なんですけど、まあ、それをね、無理やり名義を偽ったっていうところの認定に持っていくと。え内容に関わる要素を名義人の要素に取り込むと。まあ、そういう理屈なんですよ。あんまりこう、なんていうか、この判例の射程をむやみに拡大すべきではないかなというふうには思いますね。 実務上、この不動産の不正取得というか、賃借権の不正取得の事案ってしばしば立件されてますけど、その際のですね、この契約書作成の点を偽造で立件するっていうのはほとんど聞いたことないですね。だ実務上もあんまりここのね、えー、契約書の作成の点は、検察官もあまり処罰の必要性は感じてないんだろうなというふうに思います。 はいまあ、一応指摘しておきますただまあ理、理論上は、ね、この判例理論を使えば有形偽造の認定をすることはできるので、えー、まあそこで、ねえー、しっかりと認定できればあきちんとポイントというか定義にはなるでしょう、はい、あと、誘引の認定3番あと4番が行使の目的、えー、5番が行使したという、ね、行使の要件と6番が行為ですけど、まあ、ここは、ねえー、パッと認定して見ておいてくださいで以上より誘引紙文書偽造同行使が成立すると。 はい。で、最後です。えー、第三。え、兵に対する障害秩罪の性非ということですが、えー、まあ、ここがちょっといい一部応用的なね、え、議論が必要なところでした。連続して複数の暴行に及んでるということで、このような場合の行為の把握の仕方ですね。えー、まあ、具体的には行為の一体性についてどういうふうに検討するかということで、一応複数の考え方があり得るだろうと。えー、 とレジュメじゃなくて版書ですね。で、一つの構成例、構成例1ですけど、これは実行行為の一体性を問題にすると。えー、構成要件段階でですね、えー、行為の一体性を問題にすると。で、ここに書いてあるようなメルクマールで、構成要件、えー、段階で実行行為として一体かどうかを検討すると。まあ、百貫面、主観面ですね。で、実行行為が一体だということになると、全体として一個の障害知識に該当するだろうと。 別々だということになると、第一暴行は障害致死に該当、第二暴行は障害に該当ということになります。で、違法性は、旧白性の侵害が存在しませんので、正当防衛も成立しないと。過剰防衛も成立しないと。当然ね。で、ここは問題ないんだけど、ね、問題はここですね。責任の段階。で、第一暴行については、防衛状況を誤信してますよね。だから第一暴行については、誤送防衛になっているという点。 これ、もし実行行為が一体だということで、そのまま一体的に帰責するという話になるのであれば、全体として障害罪が、障害致死罪が成立して、誤送の点はね、有利な上場にすぎませんと。第一暴行について誤送している点は、有利な上場にすぎませんと。こういう処理になりますよね。ところが、ね、先ほど第一、実行行為の時点で分断して検討した場合は、第一行為については誤送防衛だから、故意阻却と。故意責任阻却と。 いうことになり得る。え、だから過失致死。で、第二暴行はそのまま傷害罪と。はい。ここで結論が分かれてきます。はい。これが一つの答案の分析の筋でしょうと。はい。4ページ見てください。え、実行行為の一体性。え、まあ、これ参考判例5をつけておきました。え、こうは、兵の顔面を拳で一回殴った上で第一暴行。さらに、え、転倒した兵の腹部を足で蹴った。3回蹴ったと。第二暴行。 その後兵が死亡していることから、仮に第一暴行と第二暴行が一連一体の実行行為だということであれば、全体で一個の障害地死材が成立し、 口述の通り、第一暴行につき誤送防衛として、故意責任が阻却されうるという点は、有利な上場として考慮されるにとどまるということになりうるために、両暴行の一体性が問題となる。えー、と、一応ね、えー、と冒頭でこの一体性を論じる実益を指摘しておきました。これ、いきなり一体性が問題となるって書いちゃうと、何のためにあの検討しているのか分かんないんですよね。で、一体性があの問題となるというか、一体性を認める実益がある事案の典型的な事案っていうのは、 えと、因果関係不明の事案。第一暴行、第二暴行、どっちから結果が発生したか分かんないって、この事案ね。この事案であれば、典型的に実益のある事案なんですけど、本文は、死亡結果との因果関係は第一暴行ですよね。もう特定されてるんだよね。だから、この典型的に実益のある事案じゃないので、じゃあなんでこれ一体性をここで検討するんですかというところのね、その実益をはっきりさせておきました。要は、その第一暴行について、誤送防衛が成立する点の取り扱いが変わっちゃうから、と。えー 一連一体っていうふうに見ると、さっきも言ったようにね、えー、一年一体って見ると、全体で障害致資材成立になっちゃって、ここで結論が変わる可能性があると。はい、これが実益です。だから逆に結論が変わらない話であれば、そんな一生懸命検討する必要がないっていうことですよ。実益がないのであれば。えー、結論を左右しないのであればね、えーまあ、これが答案のメリハリを、ね、のポイントになってくるんですけれども。はい。 で、まあ一応ここでは、その第一暴行をどう扱うかで結論が変わり得るので、えー、一体性を検討するぞということですね。で、一応規範、基準を立てておきました。複数の行為が連続して行われた場合におけ、おけおいて、えー、それらの行為が客観的主観的に強い関連性を有すると認められる場合は、全体として一個の実行行為と評価すべきだと。えー、具体的には、客体、法益の同一性、えー、時間的場所的接着性、行為対応の同一類似性、 え、同期範囲の連続性と。まあ、これらの事情を総合して検討するよと。えー、当てはめ。しかるところ。両暴行は兵の身体という同一客体に向けられていますと。で、第二暴行は第一暴行の直後に同一現場で連続して行われていますと。殴る蹴るという対応も同一類型に属する連続発展的な行為対応ですと。え、だから客観的には相当程度の関連性が認められます。 しかしながら、孔は事故の身を守るために第一暴行に及んだのに対し、第二暴行については兵に対する怒りから勘告しているということで、両暴行は主観的な孔の動機の点で性質をことにしており、その間には断絶があるというべきだ。従って、両暴行を全体的に考察して、一個の障害致死とするのは相当ではないと。以下、第一暴行、第二暴行を別個の実行行為と把握して、各行為について検討するという形にしました。 ここで注意点は主観的な項の動機の点ってこういう言い方にしましたけどここでは防衛の意思っていう言葉は使わない方がいいですここで防衛の意思って言葉使っちゃうとこれあくまでも構成要件該当性の検討だからねここで防衛の意思を問題にしてしまうと少なくともその言葉を使ってしまうと体系破綻になってしまうんでね えもちろん、その、同一の意思内容で貫かれてるかどうかっていうのは、本門に即してみれば、その防衛の意思で貫かれてるかっていうことなんですけど、正当防衛の要件としての防衛の意思を問題としてるわけではないので、ここはね。あくまでも構成要件の判断ですから、同一意思、あるいは同一の動機、というような観点から分析していると。だから、防衛の意思という言葉は、ここでは使わない方がいいというふうに思います。 はい。で、えー、検討していくと、まず、5ページ。第一暴行については、まず、障害致死罪の逃避ということでいいですね。障害致死罪に該当すると。えー、まあ実行行為の対応からすれば、殺意までは認められないでしょうと。で、それが括弧一1番で、で、括弧二2番、正当防衛の成費。これもいいよね。えー、本件は客観的に旧白性の侵害が存在しませんので、えー、正当防衛が成立する余地はないと。と、えー、すなわち、防衛行為と評価する余地がありません。客観的には。 はい。で、そこで3、カッコさ誤送防衛についてということですね。えー、行為責任の本質は、反対動機の形成が可能な程度の犯罪事実の認識があるのに、あえて実行行為に及んだ行為者の直接的な反規範的人格態度に対する責任避難の点にある。そうすると、旧白性の侵害があるものと誤認して防衛行為を行った場合に、その防衛行為が相当であったとき、 えー、まあ、言い方変えると、正当防衛が成立するような事実関係を認識していた場合ってことだな。えー、行為者は、行為の違法性を基礎づける事実の認識、責任行為を書くことから、反対同期形成可能な程度の犯罪事実を認識していたものとは言えない。行為責任を認めないということですね。えそこで、以下、あ、の認識していた事実を基礎として、これ判例7の言い回しですけれども、行の認識事実を基礎として正当防衛かどうかを検討する。これね。 本件当時、公が置かれていた状況等を考慮して、公の行為について正当防衛の成否を検討すると。いいよね。あくまで公の主観面、すなわち公の認識した事実に法律を適用すると36条1項の要件を満たすのかというのが、ここから先の検討です。でまず、あ、公の認識において平和スタンガンを取り出した上で、直ちにこれを狂気として用いて、 えー、公を攻撃しようとしていたということだから、公、えー、の身体に対する急白性の侵害があるよと。で、い、防衛するためとは、防衛の意思を必要とする趣旨だと。公、えー、は、蒸気の攻撃から、えー、兵の攻撃から身を守るためにとっさに第一暴行に及んでいるから、防衛の意思が認められると。う、やむを得ずにした行為とは、 旧悪性の侵害に対する反撃行為が事故または他人の権利を防衛する手段として必要最小限度のものであって相当性を有するものであることを言う。はい。この相当性の認定がこの要件の認定の中で一番ポイントでしたね。えー、参考判例8も見ておいてください。で、相当性というのは行為の危険性の比較ですね。 だから、結果の重大性の比較ではありません。ここがポイント。本問でも、ね、少なくとも、ね、兵が死亡しているという死亡結果だけ捉えて、その結果の重大性だけを捉えて、ここを指摘して相当性を欠くっていう論述をするのは誤りですからね。えー、この点は過去の出題趣旨、司法試験の出題趣旨でも指摘されてました。行為の危険性を実質的に検討する必要があります。 で、見てみると、第一暴行は素手で顔面を一回殴るという対応ですよね。これに対して、スタンガンを用いた攻撃っていうのは、ね、相手にやけどを負わせたり、あるいは失神させうるというもので、重大な危険を含む行為だということです。で加えて、甲が身長165センチ、体重60キロと。兵は身長180センチで体重85キロということですから、まあ、体格面において兵の方が有利であると。 えー、兵が優位であるということも考慮すれば、え、第一暴行は事故の身体を防衛する手段として必要最小限度の相当なものであったと言えると。従って第一暴行はやむを得ずにした行為と認められる。いいですね。行の認識を、えー、基準とするとですよ。えー、以上より、行の認識上、第一暴行には正当防衛が成立すると。そうすると、行は第一暴行について違法性を基礎づける事実の認識、責任行為を書くことから行為責任が即約される。 あの、護送防衛が成立する。従って、障害致死罪が成立しないっていうふうに論述するだけでは不十分ですからね。そもそも護送防衛っていうのは条文にありませんからね。そんな単語は。えー、護送防衛に当たるか否か自体を論じることには、それ自体には意味がないですよ。なんで犯罪が成立しないのか、どの要件が阻却されるのかっていうのをきちんと書かないと、意味がないですからね。そこは注意、論述上注意してくださいね。えー、 ま、判例は事実の策語として扱って、故意責任を阻却するという立場で処理してますけれども、ね、えこれ判例と違う立場で処理する場合でも同じことですよ。誤送防衛に当たる、従って犯罪不成立って書くだけじゃダメですよ。はい、え以上より障害知財は成立しないと。で、ただ、故意責任が阻却されただけで、過失責任は問う余地があるということで、括弧5番ですね。えー、もっも、おが兵の態度を注視していれば、兵が取り出したものがスマートフォン、 であり、A が直ちに事故に暴行を加える意思がないということは容易に認識することができたのであるから、急白性の侵害の存在を誤信したことにつき、うに過失が認められると。従って過失致死罪が成立すると。えー、これはですね、重過失を認定してもいいと思います。どちらでもいいかなと思います。で、えー、次が第二暴行ですけど、第二暴行は障害罪ですね。えー、障害罪に当たると。 えー、ちなみに因果関係は第二暴行の方はね、死刑が早まることはなかったということなので、死亡結果との因果関係を有しないことは明らかだから、障害致死罪には当たらないと。で、えー、さらに防衛の意思もないということですから、護送防衛として、えー、行為責任が訴却される余地もないと。えー、ちなみに、これ、えっ、ー、と、本文では先ほども言ったように、そもそも第一行為は防衛行為じゃないですからね、急迫性の侵害が初めから存在しませんからね。えー、だから、防衛行為としての一体性。 えー、すなわち、量的過剰を検討する余地はないですよ。いいですね。第一暴行と一連一体の行為として、第二暴行も防衛行為だというふうに評価する余地はないですからね。えー、そこは注意してください。おっと。はい。えー、時間が来てるので急ぎます。えー、で、以上が一つ目の検討で、でも時間がないので、さっと次の検討は、一言二言言、えー、言及するだけにしておきますけど、もう一つのね、分析の仕方がこれなんです。 責任レベルで分担する、えー、分断すると。責任避難としての意思の一貫性と。はい。で、これは実行行為としてはもう一個の実行行為としてみて、で、違法性もね、えー、正当防衛成立しないので問題ないと。ただ、一体的に責任を問うためには、やはり意思が一貫している必要があるんだ。ということで、責任段階でもう一回行為の一体性を問題にするんですね、えー。判例の言葉を借りると、同一機会における同一意思の発動と。 はい。ここで分断されると。医師が断絶してるから。そうすると、第一暴行は誤送防衛だから過失致死になって、第二暴行は傷害罪になるよと。はい。責任段階で行為の一体性を問題とするという構成です。で、まあ、ざっと答案の構成だけ見て終わりにしておきますけど、7ページですね。えー、ですから、実行行為の認定は一連一体で認定します。 え、孔が兵の顔面を一回殴って、さらに三回蹴ったという行為は、え、同一客体に対し、同一現場で連続発展的に行われた暴行だから一連一体の実行行為だと。はい。この段階では、もうね、こう、あくまで類型的外形的な事情からね、一体性を判断するので、えー、孔の意思内容というところには踏み込みません。生の行為を客観的なね、事象として捉えると、もう同一現場で連続してボコボコ殴ってるって、これはもう一連一体の実行行為でしょっていうふうにね、え、捉えるわけです。 はい。ですから、障害致死罪に当たるという認定になります。で、2番が正当防衛ですけど、これはね、旧白性の侵害がないのでえ、認められないと。で、3番、責任避難としての意思の一貫性。ここで問題にするわけです。最も,も上記一連の実行行為の全体について、完全な行為責任を問うためには、両暴行に対する一体的な責任避難を基礎づける事情として、両暴行が同一の機会に同一の意思の発動に出たものであること。意思の一貫性。これが不可欠の前提となると。 しかるところ、こうは、事故の身を守るために、防衛の意思を持って第一暴行に及んだのに対し、第二暴行については、兵に対する怒りから、もっぱら攻撃の意思で観行したものであるから、防衛の意思の有無という点で明らかに性質をことにしており、その間には断絶がある。ここでは防衛の意思という言葉を使っていいです。体系破綻は起きないです。責任段階での検討だからね。はい。 という形で、まあ、行為の途中でね、意思内容が断絶している場合は、一体的な行為責任を問えないという問題意識から、ね、ここでもう一度一体性を問題にするというのが、もう一つのね、当案構成の仕方でした、えー。構成要件段階で一連の実行行為って認定しちゃった場合は、その後の違法性責任の段階ではもう分断しちゃダメだよっていう見解もあるんですけれども、でも最後まで一体的に検討しなきゃダメだという見解もありますけど、判例は、 まあ実行行為の一体性と。そして、先ほど言った防衛行為の一体性。違法性レベルでは防衛行為の一体性。量的過剰と。それで責任レベルでは今言ったね、その意思の一貫性ということで、それぞれのね、構成要件、違法性、責任、それぞれのレベルで行為の一体性問題にしてますので、ね、こういうふうにね、責任レベルでもう一度問題にするっていうことも、検討のやり方としてはあり得るということになるでしょう。 で、まあ、8ページは同じです。で従って、両暴行を全体的に考察して、障害致死にするのは相当ではないから、第1暴行及び第2暴行は別個の責任避難の対象として検討すると。各行為について犯罪の成否を検討するという形で、ここから先は先ほどと同じ検討になります。 はい。ということで、行為の一体性については、えー、まあ自分なりの枠組みをね、えー、書いて分析できていれば、えー、より上位のね、えー、優秀な答案になっただろうと思います。ただ、この点は応用問題なので、えー、まあ、合否はここでは決まってないだろうなと、ここでは分かれないだろうなというふうに思います。えー、第一行為、第一暴行について、 え、まあ、ご送防衛の処理がしっかりとできていれば、あ合格答案には十分到達するんじゃないかなというふうに思います。えー、それにプラスしてこの行為の一体性の検討については、まあ、プラスアルファのね、えー、より上位答案を目指す場合に必要な要素という位置づけでいいかなというふうに思います。はい。ということで、えっ、ー、と、時間をちょっとオーバーしましたけれども、えー、急ぎ足で検討しました。えっ、ー、と、ぜひ分析に役立てていただければと思います。はい。じゃあ、えー、 令和2年の予備試験の刑法の分析はこれでおしまいにします。お疲れ様でした。